今ロトルアに来てます。今ロトルアに来てます。こんな感じのところですけどね、何ですか、グリーンストーンっていうのがあるんですね。ニュージーランドのマオリ族の差別がひどいですよ。ちょっとニュージーランド来てからひどい目に遭いましたね。またちょっと話しますけど、後でトランプが大統領になってからそのあからさまにというか、その積極的に人種差別をしてもいいんだっていうか、もうむしろそうするべきだみたいな風潮が世界的に広がっていると思いますね。おそらく今までこんなことなかったです。まあなあってもね、ちょっとなんか些細な感じだったんですけど、あからさまに、お前たち入植人種は白人よりした。その駐車場。いやすいません、ちょっとね、この向こうに止めかな。様にその人種差別をしてもいいというよう なんか風潮になっていると言いますかね、世界的に、まあ、世界的に言って、まあ、今オーストラリアとニュージーランドしか来てないんですが、オーストラリアとニュージーランドだけしか来てないのに変な嫌な目に遭うわけですから、多分世界的になってそういう風な風潮になっているんじゃないかな